この前プロが飛ぶ理由ってやったじゃない。でそれのこの間は打席でやったじゃない、うん、でいろいろこう動きをやったじゃない、うん、これ例えば俺が理論編としてやったら、うん、トル君聞きたい。いやめっちゃ聞きたいよね、それみんな知りたいじゃないの。ちょっとやっていい？やろうかじゃあ。やろうか、うん、今回はですね聞いてる聞いてるか。あそうかそうか飛ばしのじゃあ理論編やります。理屈ですよね。この間動きとしてやらさせてもらったんですけども、そんなの分かってるよと。でそのもっと詳しい内容をやってくれっていう天の声が聞こえまして、それちょっとやりたいと思います平井弘明のワンナップゴルフ。いろいろ右手だとか左手だとかこうボディターンとかってあると思うんですけど、そもそものクラブが動いてシャフトがしなってボールが飛ぶっていう原理が分かってればボールを飛ばすことができるんですよ。最終結果として必ず右手が左手を追い越すっていうことは間違いないですよね。でこの時に左手と右手が同じスピードで動いてたら追い越せないじゃないですか。ってことは左手の動きが減速して右手が追い越す時間があって、こうやって追い越して、その追い越した時にシャフトってしなって飛ぶんですよ。要はここが支点になるんで、こうバンって止まるとバンってシャフトがしなるんで飛ぶんですよ。だからその最終的には重さを追いかけてないとボールを飛ばせないって以前の動画で言ってるんですけど、そういう原理っていうのが、その追い越す時に右手が左手を追い越す時ですね、この時にこうやってなる時にシャフトがバンってしなるんでクラブが加速して飛距離が出るっていうことなんですよ。それがやってなかったらもうずっとこのまま、例えばゼロに戻ってたとしても追い越さなかったらシャフトはしならないですよ。だから飛ばせないんですよ。飛ばない、まっすぐ行ったとしても。逆を言えばコントロールになるんですよね。だから飛ばしとコントロールは違いますよって言ってるのもそこなんですよね。だからどっちを取るかを選ばないとちゃんとした結果として両方こう得ることができないので、そう原理としてここ追い越すときにシャフトがしなって飛びます。だからあれだね、ちょっと前に俺が動画の最後に一言だけ、うんうん、ヘッド走らせたかったら左手止めればいいんでしょっていう、うん、あもうもう本当に線になりましたねそうでしょ、そうそういうこと、そうだよね、うん、ヘッド走らせるんだったら手止めるのね。そうこれ今右手と左手追いかけっこの話したじゃない、うん、これグリップとヘッドが追いかけっこってことよね、トール君言ってるのね。そうまさにそうで、これがずっと同じ距離動いてたら絶対シャフトは走らないから飛ばないもんね、うん、そうだから手元が止まってヘッドが動かないと、うんボールは飛ばすことはできないということなんですよ。だからさっき言った追い越さなかったらコントロールになるって言いましたよね。でそれは確かにコントロールとして成り立って、で飛距離も多少は落ちたりするんですけど、だから皆さんトレーニングをするんですよ、プロなんか。そう距離を落とさないために、だから体を強くしてクラブをよりこうパワフルに使うために、まあ、トレーニングをしたりするので、何にもしてない状況で今飛ばしに行ってて急に追い越さなくなったら飛距離はもちろん落ちます。そうクラブ走らせられないんで。そうだからそういう原理っていうか理論というか理屈ですよね、うん、そういうのが分かってるだけでシャフトはどういう風にやったらしなるのかとか、じゃあ自分のしならせ方は先調子なのか中調子なのか元調子なのかっていうのももう関係してくるし、それはあれなの、ドライバーの話なの、全クラブ、全クラブ、例えば飛ばす必要はないとかそういうのをあの抜きにして、例えばピッチングで飛ばしに行くとかも一緒、同じことをやらなきゃいけない。もちろんドライバーもそうだけど、そうだからフルクラブは全部そう、追い越す時にシャフトがしなって飛ぶっていう。しなったかどうかって分かんの？分かる分かる分かる。そんなの振ってて分かんないよっていう人はしならせてないそこそこしなってない。わかんだね。わかる、絶対わかる。わかるってことね。うん、死なった時はわかる。そう、死なった時にわかる。だから死なったことなかったらわかんないよね。そう、わかんない。そうそう。死なったことないんだ。そう。そんなの死なりなんてわかんないよ、うん、っていうのは死なってない。絶対わかる。絶対わかる。あ、そうなんだ。そう。で、その死なりがわかったら合ってるシャフトに巡り合うまで結構近づいてる。あ、そうなの？そう、そのしなり方の心地いいタイミングだけだから知るのって。シャフトってそれがタイミングだから。あ、じゃあそれでなんか早いとか遅いとか出てくる。そうそう、ああ、今早くしなっちゃったって言うんだったらそのシャフトしなりが早いの、その方にとって。で、あれまだ来ない、しなってるけどまだ来ないっていうのは遅いの。はあ、そういうこと。そうそうそう。ってことは、うん、しなり感じられなかったら、うん、好きなクラブも嫌いなクラブもないってことだよね。分かんないってことだよね、自分に何合うか。しなんないシャフトでもいいの
どうせ死なんない。そうそう、だからそれ前シャフトのしなりの動画でやらせてもらったけど、そうだから結局はしならない方向にずっと使ってんだよねクラブを、うん、こうじゃなくて、そう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 、もうこれはもう絶対なの。そうそうそう。あ、そうなんだ。うんうんうん。じゃあまずクラブどうもっていう前に、うん、しならせられなかったら、うん、好き嫌い言ってる場合じゃないっていうか、そう、そこまで言ってないんだ。そうだからもちろん意見として、うん、いや飛んでる球で分かってりゃいいんだよっていう方はもちろんいる、うん、もちろんいるんだけど、でもよりいいものを絞って探せなくなっちゃうんだよね、うん、要はいいものを巡り合うまで分からないから、会った時に初めて会ったっていうだけだから。そうだからもう、もうこういう状態だよね。そうだよね、うん、でも自分のそのしなるスピード感だったり、それねメーカーによっても違うのよ、シャフトメーカー、うん、だから自分のしなるタイミングの速さとか柔らかさとか重さがある程度知ってればそれをこう見繕えるじゃん。そうだから早いんだけどね、よりしならせた上で自分に合うシャフトが見つかったら、うん、やっぱりより飛ぶの、飛ぶ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 、しなってピュンって戻ってくるのが合うと一番飛ぶんだ。一番飛ぶ、早すぎたり遅すぎたりすると飛ばない、ミスヒットになっちゃうから。そう、トール君絶対知ってるんだけど、うん、シャフトは何する道具だっけ？当てるための道具。そうなんです、芯に当てるためだけの道具なんで。そう、変な話、芯に当たってたら飛距離は絶対約束されるから、だからその芯に当たるためのタイミングに戻ってくるシャフトを選ぶだけだから、だからそのこう速い遅いがすっごい重要なの。ミンゴルのゲージだったり振ってるそもそものタイミングってやっぱり遅い方が合わせやすいじゃない。そうだね。そうだから結局今だん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 カウンターバランスの手元上司が増えてきて、要はしなるスピードがこう遅くなってるわけよ。そうでもそれってタイミングを取れて芯に当たる反面弾き系ではないってことなの。だからそう両方タイミング取れたら弾き系の方がそれ飛ぶのよ、バチンっていった方が、うん、だけどタイミング取って10球打った20球打った時の平均値を上げるのは絶対に遅い方が上がる。当てやすくなる。そう、当てやすくなる。さあどっちだって感じよね。両方もちろん魅力があるんだけど、ほんと迷うよね。最近多いんだカウンターバランス。多いな、カウンターで手元上司元より、うん、名前かっこいいもんね、カウンターバランスって。そうだね、カタカナってかっこいいもんね、うん、かっこいい。だから俺そっち使う。トール君そういうとこね。まあ大事なところよね。ちょっとカウンターバランスの意味よく分かってないけど、そうしようかな、かっこいいから。いいね。いいでしょ。そう、多いなか最近本当に。同じヘッドバランスでも、うん、カウンターバランスの方が軽く感じやすいんでね、うん、感覚をまあ麻痺させてるまで言わないけど、重さを手元寄りにしてるからこう振られないんでね。そのタイミングが全然やっぱ変わるから、うんうん、こう振っててやっぱりしなりを感じれる方が、うんうん、まあ効果は出やすいよ。こうまあまあとにかく本当に追い越す追い越し方、うん、追い越し方こういうこと。そうだね、うん、あのそれだけ。そう、あ、追い越せばいいのか。追い越せばいい。で追い越すところが、うん、じゃあ例えば6時がボール、うん、でこっからずっと上がるじゃない、うん、で12時までバックスイング取ったとします、うん、したら6時に近いところで追い越せば飛ぶのよ。ただ12時に近いところで追い越そうとしてたら曲がらないのよ、うん、はあ、なるほどね。そうだからためって言うでしょ、うん、ためて5時59分でインパクトゼロに戻ったら一番飛ぶの。そういうことだよね。そうバーンと一緒だから。そういうことか。そう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 。だけどここでもバーンしたら惰性じゃない、うん、だけど惰性ってことはさずっと変わらないから曲がらない、うん、そう、それこそ点と線みたいな話。そう、あ、そうだね、そうだね、頂点になるってことだよね。そう、その6時でそうヒットさせるのは。そう、両方インパクトでゼロに戻ったと仮定して、うん、どっちが飛ぶのってさ絶対寸前の方が飛ぶから。だからここまで貯めてこっから不可能だけどこうやってできたら、うんうん、でフルスイングだったら一番飛ぶから。そういうことね。そう、じゃあそのいつ戻すかっていうので、うん、距離が変わるんだ。変わる。だから変な話、平井の30ヤードのアプローチの激スピンは6時からもう戻してるから、
おかしいね、言ってる意味わかんない、ね、スタートする前に、まだそうスタート、そうそれぐらい、要はもうこうやってそうアドレスで戻ってるってこと、こうやってあげてる感じだから、普通こうやってあげるじゃないそうだけどもうコントロールをもう 100% 重視したいから、もう上げる前から戻してるそれぐらいのイメージ。そうだからこうやってアプローチって、うん、その本当にスペースに乗せてスピンかけたい時なんかはこうやらない、こう乗せるだけっていう、こういうバックスイング取りたくないぐらい、取りたくない、こっからもうこっからこうやって打ちたいぐらいそうだからそのドライバーで言うとリリースポイントだよね、うん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 、どっちやめた方がいいですよ、どっちやった方がいいですよとは言わないけど、自分の飛ばしたい飛距離に対してこうリリースするポイントを変えていけば、じゃあどっち取るかでどっち寄りになるかってことなんですね。そう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 、どこら辺でリリースするか、そう、まあこれもサロンだな、嘘これでも言ってなくない、言ってないねえ、うん、リリースポイントでどうちゃらって、うん、もったいぶるつもりないから言ってるけどあの本当のことだからね。だからこうトップ作ってからすぐ戻したらコントロールは抜群、うん、間近だったら飛距離は抜群。でもさ、すぐにリリースしてさ、うん、戻せるようになってからさ、そのリリースポイントを遅らせていかないとさ、うん、一生ゼロに戻んないままやるってことになっちゃう、ね、あもうね、今日トール君絶好調だねいや、ほんとそうなの。そうだよね。そう、絶対的に多いのは、うん、え、飛ぶの、じゃあ間近って言って、うん、もう過ぎちゃってる過ぎちゃってる。そう、だから右の悩みが多い。そう、もうほんとトール君のおっしゃる通りなの。そう、やっぱり魅力飛ばしじゃない。そうすると貯めるんだよね、うん、で貯めて貯めて放出するの忘れちゃって、うん、もう打っちゃってるそれは右行くよね。それはそうだ、うん、そう、それが多いから、今トール君のように、うん、もう先にリリースして、うん、まずはゼロを作ってからどんどん貯めてった方がいい、うん、リリースするポイントどん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 60に近づけていけばいいんだもんね。できるようになってくるよね。そう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 、リリースしてゼロに戻ったことを知らなきゃいけないじゃん、まず。そうだねそっか、戻したことがなかったから。そうそうそう、しなりと一緒でさね、そうか、戻ったって分かんない。そうそう、分かんない。戻ったとか戻んないとかないですよって言ってる人は戻ったことがない。いや、ほんとそう。リリースポイント、うん、でもちろん飛距離も変わるし、じゃあそのリリースポイントは何って言ったら、間違いなく追い越してるかどうかだから。じゃあ飛ぶのは振ったら飛ぶだろうし、それはシャフトとかタイミングがあったら飛ぶとかっていうのは分かるけどっていう方もいるために今回の動画撮ったんだけど、まず原理を知って戻してからその飛距離の調整をすることがやっぱ大事だ。今回はですね、飛距離についての理論編というのをちょっと撮っていきました。参考になりましたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。